8月30日、東京のビジネス街丸の内の昼下がり、三菱重工業本社前で爆発が起こった。死者8人、重軽傷者385人、白昼の無差別テロである。およそ40キロのダイナマイトを使った時限爆弾。これほど殺傷力の強い爆弾が使われたのは一連の爆破事件では初めてである。三菱重工業は我が国の防衛産業の中核である。これまでも反戦グループや平和団体から再三抗議を受けていた。三菱重工業には爆破を予告する電話がかかっていたが、事件のあと東アジア反日武装戦線と名乗るグループが我々が爆破したという声明を出した。現場で集めたガラスやコンクリートのかけらはおよそ40トン。姿なき犯人を求めて証拠物件の選別が行われる。三菱重工業に続いて三井物産、帝人、大成建設と爆発事件が引き起こされた。いつどこで誰が巻き添えになるかわからない、まさに市民社会への挑戦であった。2月28日夜、東京青山の狭間組本社が爆破された。去年8月の三菱重工ビルに始まった一連の企業爆破事件で、東アジア反日武装戦線を名乗ったオオカミなど3つのグループは、今年に入ってからも海外進出企業を狙って次々に爆弾を仕掛けた。一連の事件での死者は8人、けが人は400人を超えた。オオカミグループは爆弾闘争の教本ハラハラ時計の中で、日本帝国主義の新植民地主義的な侵略と支配を許さないと書いている。ご通行中の皆さん、この爆弾の容器にはここにある緑のこの缶と同じものが使われました。こちらは滝の間。専従捜査員の数は一時500人にも上った。ごめんください、今日大塚警察で会議があったんですがね、だから何でもいいからね、情報110番回してもらいたいの。5月19日、8人を逮捕、女性3人も含まれていた。彼らはごく普通の市民を装っていた。床下には地下室が作られていた。爆弾製造工場である。私はいわゆる東アジア反日武装戦線の尻尾はこれで押さえたと思うと申し上げました。しかしその後の自供、あるいは証拠品と自供との結びつけ等によりまして、今やこの東アジア反日武装戦線というものは胴体も頭もこの10名の被疑者の中にほぼ含まれている、こう思